三菱長崎機工の鍛造プレスマニプレーターは、最新鋭技術を駆使したコントロールシステムや付帯装置を備えた世界最先端の鍛造設備として、数多くの優れた特徴を持ち、お客様から高い評価をいただいています。三菱長崎機工は1942年に設立された、前身の三菱精工時代から鍛造技術に関する豊富な経験を積み重ねてきました。その後、鍛造メーカーとして独自の技術と長年培ってきたノウハウを生かし、鍛造プレスマニプレーターの生産を開始し、現在まで1000トンクラスの小型タイプから中型タイプ、さらに1万トン以上の大型タイプまで数多くの製造実績を持ち、お客様の多種多様な要求を満たす高性能な鍛造システムを提供しています。三菱の鍛造プレスはプルダウン式、プッシュダウン式、二中式、四中式を揃えています。いずれも大きな変身荷重や急激な負荷変動、赤熱材からの強い輻射熱など過酷な使用条件にも十分対応できるように、頑丈で耐久性の高い機械構造となっています。プルダウン式鍛造プレスは基礎据え付け面に対し機械全体の重心が低いため、高速運転においても振れが少なく安定した操業が可能です。それに対しプッシュダウン式鍛造プレスは基礎ピットを浅くすることが可能で、可動部の重量が軽いため応答性が良いというメリットがあります。二中式鍛造プレスは2本の柱が操作室からおよそ35度の傾きになっているため、視野が広く見やすくなっています。四中式鍛造プレスは特に大型プレスにおいて、マニプレーターとターニングチェーンでの相吊り作業などの作業性に優れています。鍛造マニプレーターは異なる重量の鍛造物を常に平行に保ち、ねじれも防ぎながらプレスの高速化高精度化の動きに完全に追随して鍛造物を送り込む優れた応答性を持っています。油圧システムは複数の高速サーボロジックバルブを使用し、高圧で大容量の作動油が使用される設備においても最適なタイミングでオイルフローを制御するため、高速でショックの少ないプレスの動作を実現しています。コントロールシステムは高速の演算処理速度を持った PLC システムにより高精度の位置制御を行い、最新のヒューマンマシンインターフェースとの融合により操作性メンテナンス性の高いシステムとなっています。次は鍛造システムと一体となって自動化を実現する付帯装置です。ライトマークシステムは石材寸法の計測や鍛造位置のマーキングを1ミリ単位で迅速正確に行うことができます。ツールマニプレーターは安定した背切り作業を行うことができます。
その他、鍛造物の方向を転換したり、鍛造物をマニプレーターへ受け渡しする昇降式ターンテーブルや、インゴットカー、回転金式などがあります。三菱長崎機工の鍛造プレスマニプレーターは、最新鋭技術を駆使したコントロールシステムと付帯装置などにより、多くの優れた特徴を備えています。まず、ショックの少ない鍛造により、安定した操業を実現できます。プレスとマニプレータが連動した高速鍛造により、作業能率が向上し、高い生産性を実現します。付帯装置なども含めた自動連動化により、段取り時間を短縮し、省力・省人化を実現します。高精度鍛造により、ばらつきのない高品質の製品を生産し、同時に材料歩止まり向上を実現します。その他、メンテナンス性にも優れた機械設備となっています。またオプションとして、運転条件を入力すると自動運転が可能なプログラム鍛造システムや、応力監視システム、故障診断サポートシステムなど、ご要望によりさらに自動化できるシステムや機器を設置することができます。当社担当へご相談ください。